はい、皆さんこんにちは。今日はですね、画像加工のチュートリアルをやっていきます。で、今日はこの Adobe から出てる Photoshop Fix っていうアプリを使っていくんですけど、このアプリを使ったら本当に一瞬で、しかも超簡単に人の顔とか体とかの形を変えることができます。で、今回はこの女の人の写真を使って、すごいね、目をバーって大きくさせたりとか、あと顔の形変えたりとか、あと髪の毛のね、色を変えたりとかっていうのをやっていきます。もうね、整形張りにゴリゴリ変えていきたいと思うので、ぜひ楽しんでください。で、この Photoshop Fix のアプリなんですけど、基本的に無料で、使うことができます。で、やっぱりね、Adobe から出てるあのアプリだけあって、そのレタッチだったりとか加工のクオリティっていうのがすごい高いので、その辺のね、安いアプリとは全然違うなっていう印象はあります。で、乱用はね、注意ですけど、簡単に加工できるので、よかったらね、ダウンロードしてみてください。はい、じゃあ始めます。Photoshop Fix 立ち上げて、左側にプラスボタンがあるので、そこからね、カメラロールを開いてもらって、使う写真を選んでいきます。で、今回はこの女の人のを使うんですけど、開くと下に、ツールバーがあって、そこにたくさん修正の項目があります。で、この Photoshop Fix は基本的にね、レタッチに特化したアプリなので、レタッチのツールが多いです。で、今回メインに使うのは、この中から左から3番目、歪みっていう項目があるので、これをメインに使っていきます。で、こうやって歪みを押すと、見てこれ、顔に点々が打たれてるんですけど、これAdobe の AI 機能が勝手にね、この写真の中から顔検出してくれて、この目とか鼻とかにこうポイントを打ってくれるんですよ。で、このポイントを選択して、スライダーとかをね、ピュピュピュって動かすと、簡単に変形が描けることができるんですね。で、例えば今これね、目のところを選択してるんですけど、選択するとこの右側に丸いね、コントロールパネルが出てきて、ここで例えばサイズとか目の距離とか傾き、高さ、あと幅とかを変えることができます。で、今サイズ選択して、こうやってスライダーをね、上に上げると目が大きくなって、下げると小さくなるの、すごくないですか？怖いよね、これ。これ今距離かな、目と目の間の距離ね。で、3個目が傾き、これ目がこう垂れ目になったりとか、つり目になったりするので、その下は高さね。高さはサイズとほとんど似てますね。目の高さ。で、あとは幅ね。目の幅。一個一個の目の幅です。すごいよね、これ。怖いよね。男性諸君、騙されちゃダメですよ、これ。こんなに簡単にできちゃうんだから。ね。で、これ上のところね、選択すると、ビフォーアフターが見れるんですよ。これタッチするとビフォーで、離すとアフター、こんな感じ。ちょっと見えにくいかな。で、次鼻のとこ行きましょうか。鼻です。で、鼻を選択するとこの幅と高さがコントロールできるので、この状態で幅のスライダーをね、下げてあげるとこんな感じです。小鼻になるのね。笑っちゃう。小鼻になって、高さはこう鼻の伸びてくるの。ちょっと豚鼻になったり、こう長くなったりね。美人はさ、基本的に小鼻で、ちょっとこの唇とさ、鼻の間が短い方が美人と呼ばれるらしいですよ。で、次口行きましょうか。口、笑顔っていうのを選択したら、こんな感じで笑顔になります。あとは下唇とか、あと上唇のこの太さ、プルンプルン具合、プルンプルン具合じゃないな、幅です。で、次顔の輪郭のとこ行きましょうか。ほっぺたのところ選択すると、3つ項目出てきて、顔の輪郭を小さくしたりとか、あと顎の長さとかもコントロールできる。
これ顔の輪郭です。わかるかな。こうだんだん、ね、ほっぺたが膨らんだりとか、シャープになったりします。で、顎の長さねこんな感じでしゃくれたりする。で、頬は、頬の高さ、こうちょっとキュッとクイッと上に上げることもできます。で、こんな感じでざっくり完了です。で、もうちょっとね、手動でキュキュってこういじりたいときは、この左下のワープっていうところがあるので、それを選択して、左でね、ブラシのサイズとかをちょっと変えてあげて、この例えばもうちょっと顎のところをキュッてしたいなって思ったら、このアップルペンシルでさ、キュッキュッてやってあげると簡単に変形させることができます。で、まあその他にも膨らみとか渦巻きとかってあって、まあ例えば膨らみとかだったら、目のね、ところ黒目のところを膨らませてあげたりとか、あと唇のところとかをさ、ぷくってこう膨らませてあげたりっていうのができるかなと思います。で、こんな感じで完成ね。で、ビフォーアフターちょっと見てみます。左の上にこのビフォーアフターのボタンあるので、ここを押してみます。で、これがビフォアね。ビフォアで話すとアフター、ビフォアアフターすごいね。もうね、すごいと怖いとですよね。なんかね、でも分かんないんですよ本当に。アドビの技術がすごすぎて、だからね、まあ騙されますねこれはまあまあいいでしょう、騙されてください皆さんはい、じゃあ次行きましょうか。次、レタッチの機能をちょっと紹介します。で、今髪の毛がね、こうふわーってなってるので、それをちょっとね、綺麗にしてあげるのをやっていきたいと思います。で、右側のこの辺り髪の毛あるので、ここをスポット修正っていうツールがあるので、それを使ってなぞってあげると簡単に消すことができます。でね、ちょっと顔のところにも一本髪の毛かかってるので、ここも取りたいんですけど、さすがにね、これをなぞるとウィーってなっちゃいますね。なんで、ちょっとここの顔にかかってる髪の毛は、細いサイズのブラシを使ってちょっとずつなぞっていってあげると、綺麗に消えました。こんな感じでね、なんかオブジェクトがこう複雑になってるところは、ちょっとずつちょっとずつスポット修正ブラシでなぞってあげた方がいいなっていう感じでしたね。で、次行きましょうか。次ね、肌の明るさを調節していきます。この中から明るさっていうところを選んで、この状態で、顔の明るくしたいところをなぞってあげます。ざっくりで大丈夫です。で、そしたらこんな感じで自動的に明るく綺麗な肌を作ってくれます。すごいね、これもちょっと見にくいかな、でもね、結構変わってる、こんな感じで。まあ、全体的に塗ってもいいんですけど、本当に明るくしたいところだけ塗った方が、多分ね、コントラスト出た方が顔がシャープに見えるので、まあ、この辺りだけちょっと塗りますね。で、顎のラインは逆に暗くっていう項目があるので、暗くで塗ってあげるとシャドウの部分がよりこう引き締まるというか暗くなります。で、次がこの明るさの隣にカラーっていうのがあって、カラーを押してあげると、このサイドとかを高くしたり低くしたりっていうのができます。なので、この中からサイドを高くを選択した状態でブラシで、もっとビビッドにしたいところをこうなぞってあげる。で、この場合だとちょっと髪の毛のところね、もうちょっとブルーの、サイドを高めてあげたいので、その部分だけを塗ってあげます。で、こんな感じで完成ね。で、ビフォーでアフターがこんな感じ。まあ、綺麗にね、自然な感じでサイドを高めてくれるので、これはすごいいいなと思いました。で、もう一個このカラーの話でいくと、ペイントっていう機能があります。で、ペイントっていうのはもっとね、ダイレクトに色をがっつり変えたい時に使う機能で、
ペイントを選択してここの左のところにカラーを選択できるので、この状態でもうねがっつり髪の毛の色を変えたいとき、例えばさ紫とかピンクにしたいときはもうここで、ピンクを取ってあげて塗るともう完全に色が変わります。でこれ塗ってみて思ったんですけど、あと一歩って感じかな。なんかね塗るとちょっと塗ってる感というか合成感がすごい分かっちゃうかも。不透明度下げて塗っても、ちょっと分かっちゃうかもしれないですね。あの1個前 の, あのアートスタディオプロで紹介したカラー変更するやり方の方がまだ自然にできたかなと思います。なのでこのフォトショップフィックスで色を変えるのはあんまりおすすめしないですね。まあでも今回はねちょっとあのトライアルということで塗ってみますね。でこんな感じで髪の毛塗れたんで、ちょっと唇のところも塗りましょうか。もう少しなんていうかな、赤っぽい唇にしたいと思ったら、赤取って不透明度下げて塗ってあげる。でもねやっぱりもうちょっとって感じだからあんまりやりすぎない方がいいかも。これぐらいかな。結構変わりますね。はい、こんな感じです。はい、ということでねこんな感じで完成なので、ちょっと一番最初のね元の画像と比べてみます。写真アプリ立ち上げて、Photoshop Fix と写真アプリで、スプリットビューで開きます。こんな感じね。どうよみんな変わりすぎやなほんまにね。でもこれぐらい変わるってことですよ。なんであのスライダーとかねもっともっと動かしてあげたら劇的に変わっていくので、あのちょっと遊んでみてください。でもねあんまりやりすぎたらダメだよあのなんかね例えば集合写真撮ってちょっとだけね友達のねあの目を大きくしといたよとか言って渡してあげたら喜ばれるかな。わかんないけど、まあそういう感じでね、なんかちょっとしたことに使ってあげたらいいかなと思います。あとはそうね、飲み会とかでやったらウケるかもね。ぜひね、あの、楽しんでみてください。はい、ということでね、あの、なんか感想あったらぜひコメント欄にお願いします。で、もしこの動画が役に立ったらよかったらいいねボタンもよろしくお願いします。今週はちょっと画像加工を多めにやっていこうかなと思ってて、なので、あの、画像加工を iPad でやりたい人はですね、ぜひ次回の動画もお楽しみに。はい。ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。